おはようございます。西府から多摩川へと走ります。桜を見ながらのライド、ゆったりとした時間がそこにはありました。よろしくお願いします。目の前に OK ストアがあるこの場所は東京都府中市本宿町西府駅。青空が覗いていますね。早速走り出しましょう。まずは JR 南武線の線路をくぐるために多摩川とは反対側に進みます。多摩川は右方向ですが、桜並木を見たいので左折します。ゆっくり見たいのですが、天気の問題があるのでこの辺りで折り返します。多摩川に向け一気に進みます。南武線をくぐります。目の前の高架は中央自動車道です。右のバスは教習車ですね。中ヶ原です。道路は鎌倉街道へと変わり、まもなく多摩川です。横断歩道を渡りサイクリングロード府中多摩川風の道に入ります。多摩川サイクリングロードのうち府中市区間は府中多摩川風の道と呼ばれています。無事に多摩川へと到着しました。せっかくなのでもう少しこの府中多摩川風の道を走ります。目の前には南武線の高架、そしてその奥にはこれまさ橋が見えます。桜の季節のライド、短距離ではありましたが非常に気持ちのいい時間でした。さてこの動画はこの辺りで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。